はい、というわけで、あのチョン・キンマンションのボスは知っている小川さやかさんのこの本なんですけど、えー、読みました、えー、大変面白かったです、えー、この本はですね、いろいろなそのノンフィクション系の賞を総なめにしてまして、でプロからの評価が非常に高い本なんですね、あの編集者だとか著者だとかと話していると、よくこの話題なのが、このチョン・キンマンションのボスは知ってるという本なんです。で、これ、まああの、香港にいるタンザニア人たちのコミュニティを描いてるんですけど、 いわゆるそのエッセイだとと思って読むと違うんですねこの学術書という側面があって要するにあの、まあ、その長ン,ンマンションのボスという大変あの印象的な人物のことを描いてるんですけどでその人物のことあるいはその周辺の人物のことを描きながらそこら辺はまあエッセーとして非常に楽しく読めるんですけども彼らの,その生活っていうか経済がどのように成り立っているのかということについて。えー 人類学的っていうか社会学的経済学的っていうのかな、えー、まあ調査研究をしてその洞察が抱えているところが大変面白いんですよね。だからあの例によってネタバレにならないように、えー、喋らなきゃいけないんで、核心の部分はちょっと言えないんですけど、えー、要するに彼らの一見意味のないように見える行動が実は 社会学的経済学的な非常に深い意味があるっていうところを洞察していくプロセスつまりその人たちその非常に魅力的な人たちのコミュニティがどのように成り立っているのかというその構造を理解するってところがあのとてもエキサイティングな本で,で逆に言うとその今ネットワーク経済とか評価経済とかいろいろ言われてるんですけどそのあり方って一つじゃないんだよなっていろんなやり方があっていろんな適応の仕方があっていろんな人と人との関わり方があるんだよなって。 で,ですからそこの多様性の可能性を考えさせてくれる贈与とかね何か送り合うとか負、えー、い目とかそういうことのあり方もいろいろなあり方があるんだなということをこの貯金マンションに集う人たちタンザニア人たちを通して描いているところがこの本の何とも言えない魅力かなと思いますね。でやっっぱりそのなんか旅って こういうういもんなんだななだと思うん,ですよなんか旅をサファリっていうか途中でなんかその、えー、とスワヒリ語ですごく素敵な人生は旅だみたいな言葉が出てきてあその中にサファリって出てきてあそっかサファリってもともと旅っていう意味なのかなって改めて思ったんですけど、えー、今物理的にいろんなとこ移動することはできるんだけどやっぱりでもそうやって自分たちが普段いる社会とは違う成り立ちをしている社会に一時的に旅をして。 その成り立ちを知るっういう意味においてはこの「チョン・キン・マンションのボスは知っている」という本は最高の旅になるのではないかなと思います、えー、この後書きにですね実はこの「チョン・キン・マンションのボスは知っている」ってこのやっぱりタイトルのインパクトっていうのはすごく大きくてこれどういうことなんだろうって思うと思うんですけどこのタイトルは実はあの編集者の方からのご提案だったってことでそういう意味においてはその編集的にも大変良い仕事がなされてるんじゃないかなと。 思います、えー、春秋社という、えー、出版社の、はいえー、本です。ということで、えー、本当にプロの間からの評価が非常に高く、そしていろんな意味で話題騒然の、岡、えー、川沙也加さんの「チョン・キン・マンション」のボスは知っている、えー、本当の意味で自分が今いる社会とは違う社会に旅をして、洞察を得る、そのううようなことができるあの素晴らしい本となっております。